A 調整3号調整3号、A 調整3号、B 調整3号、C 調整3号は、中華人民共和国の衛星打ち上げロケット。最小衛星発射センターの第一、ロケット発射施設から発射される。三段式ロケット。1984年1月29日に初発射。主に、DFH-2 クラスの通信衛星を制し、トランスファー軌道に投入することに用いられた。 調整3号は第3弾に信用性の問題を抱えており、上段の転換に二度失敗した。現在は退役済みで第3弾を改良した、より強力なロケット調整3号 A にその役割を譲っている。調整3号 A は CZ-3A や LM-3A の名でも知られる中国の衛星軌動用運搬ロケットである。 三段式で通常は通信衛星や北斗即位衛星を静止線維軌道に投入するために用いられる。4機の液体燃料ブースターを備える大容量版である調整3号 B の基幹部分を構成する。調整3号 A ロケットは最小衛星発射センターの2エリアと3エリアから打ち上げられる。初打ち上げは1994年2月8日だった。 2007年10月24日には、調整3号 A が、中国発の月探査機場が1号を打ち上げた。調整3号 A は2011年12月2日、時点まで22回連続で打ち上げを成功させた。調整 3A は、調整3と調整 2C をもとに開発された三段ロケットである。その第三段は低温燃料により推進される。またそれは、人工衛星の GTO 打ち上げ専用である。GTO 用途における打ち上げ能力は 2600kg である。そのフェアリングの固定外角は直径にして 3m である。インテルサット708の打ち上げ失敗。多数の人命が失われた、調整 35B は、CZ-3B や LM-3B の名でも、知られる、中国の衛星機動運搬ロケットである。 最小衛星発射センターのエリア2から打ち上げられる。4つの外部液体ロケットブースターを備えた3段式ロケットであり、調整3シリーズで最重量かつ、調整ロケットシリーズ全体で最も強力な構成である。そして正式軌道に通信衛星を投入するために、主力的に用いられる。導入された当時は、ロシアのプロトンロケットに次いで、 世界でも2番目に打ち上げ能力を持つ使い捨て型ロケットだった。強化型である調整3バイト E は GTO 打ち上げ能力の増加及びより重い通信衛星を自由に運ぶために開発された。1986年、国際的な正式道通信衛星、特に高出力で重い衛星の市場における需要に直面し、それまでの調整ロケットの技術を基盤にして、 調整3バイトの開発が始まった。1996年2月14日の初飛行の時、ロケットは飛行前2秒に誘導の失敗を被り、ピッチオーバーし、打ち上げ後22秒で村に墜落した。インテルサット708衛星は失われ、多数の村人が死亡した。その初打ち上げの後、続く10回の調整3バイトと3バイト E ロケットの打ち上げは成功した。 2009年に調整3バイトが第3弾の異常で打ち上げに部分失敗しパラパリーを計画より低い軌道に投入した。しかしながら衛星は自身の軌道変換により予定の軌道に到達できた。調整3バイトは調整シリーズの中でも最も強力な打ち上げロケットであり、調整 3A をコアステージとして4本の液体ブースターをその周りに取り付けたものをベースとしている。 全長は54.84メートルで、コア部の直径は3.35メートル、低軌道への打ち上げ能力は11200キログラムで、GTO への打ち上げ能力は5100キログラムである。2011年10月8日時点で17回打ち上げられている。調整3バイト E は調整3バイトの打ち上げ能力強化型で、第1弾と液体ブースターの長さを延長している。 これにより GTO への打ち上げ能力が5 5 0 0ラムまで強化された。初打ち上げは2007年5月13日で、この時アフリカ初の静止衛星であるナイジェコンサットマイナス -1 を成功率に打ち上げた。また2008年のベネサット -1 の打ち上げにも使われた。ジョーガ3号の打ち上げではさらに以下のような様々な改良が加えられた。誘導機器に 従来のレーザージャイロ2台に加えて衛星広報信号を追加。ロックイットカムを搭載し、このシリーズとして初めて分離イベントなどの飛行中の映像を生中継。エンジンと制御システムの信頼性を93.8%から94.2%へ向上。 ガツ繊維軌道への投入能力を 3750kg から 3780kg へと 30kg 強化。ロンチウィンドウを広げられるようにするためにソフトウェアコードのリアルタイムでのアップロード機能を追加、また3段の加圧システムを改良。調整3号 C は CZ-3C や LM-3C の名でも知られる中国の衛星軌道運搬ロケットである。 最小衛星発射センターの射点にから打ち上げられる。調整3ロケットシリーズの一員で、2つの取り付け型液体ロケットブースターを備えた3段式ロケットで、あり、調整3号 B から派生された。調整 3A と3バイトの間の積載容量の差を埋めるよう設計された。初回打ち上げは2008年4月25日15時35分に行われた。 最初の打ち上げ積載は、天鎖1号データ中継通信衛星だった。2回目に運ばれたコンパス G2 速衛星は、2009年4月25日に運用された。3度目の打ち上げは2010年1月16日に、コンパス G1 衛星を乗せて行われた。コンパス G3 速衛星を運ぶ4回目は2010年7月2日に、打ち上げられた。ありがとうございます。